どこだここ。あれすごい、ビフォーアフターが過ぎるが、ここは一晩でここまで、匠の仕業で。なんだなんだいきなり、和風な誰かの日記が置いてある。読む限りこの部屋の主人は民族学者のようだ。すごいよね。敷地面積が。防水性のテープが置いてある。あテープ拾わった。いろんな道具しまわれている。本の間にメモが挟まっている。なんだこれなんだこれ A ロ B にほうとちりぬるおわしよたれそつねなら D ういのおくやいけふこえてあさきゆめ F いひもせずこれあれだよねいろはうたですよねいろはにほへとちりぬるおって <laughs> あったよねつねならボカロ曲であった あ、そうか。スクショだ、スクショ。ここでスクショですよ。えーっと、スクショって何ボタンだっけえいスクショできたかなちょっと待ってよ。スクリーン、ショットオッケーオッケーオッケー文明の力使っていこう。ありがとう。言われなかったらまたここに見る,来ることになってたよ。まあでも、見なくてもあれだけどね。みんなが覚えててくれたと思うけどね。僕はね。うん。 えー、いいちゃんにここはいらっしゃい。山数いらっしゃい。なるほどね。多分夏謎解きで使うんでしょう。あそこに当てはまるのを入れるみたいな。民族格の本が並んでいる。時は止まっているようだ。使えるもんは全部使っていかないとね。暖炉は冷えている。チートじゃないよ。基本機能だよ。Windows の基本機能でございます。ん鍵かかってる。鍵かかっている。A、E ・ B、ハ C かぬ D, ぬ、e ま、D しすごい。仕事が早い。さすが。さすが調査兵団。でも広いな。普通に住みたいんだが、ここに。ちょっと待って。なんか、操作がうまくいかない。上下しちゃうな。めっちゃ広いけど、住人がいない。綺麗にされているいや。いきなり飛んだよな、でも。時代が多分違うよね。多分というか100%。あ、本の間にメモが挟まっている。 あほら !E, B, D, え ?E, え ?A, E, B, D, C, F。これを入れ替えますとえっ、ー、と、A は E。A は E で、E が、なんだっけ。A が E で、E がまですね。あま、B、は、B はは。あま、は、 D.D はぬ。アマはぬ。C.C はか。アマはぬか。F。F なんてあった待って。あ、し、しか。F はしだね。F はし。今は昔か。今は昔。なるほど。今は昔ね。OKOK、OK, OK。これで一つの謎が解明された。 箱の蓋は開かない。いいぞー。サクサクといけそうだ。今回も。よいだー <laughs> なん、なんか上に行きたがるな、このコントローラー。なぜだ右押したらなんか上に行くんだけど。させぬっつって。させてくれよ、操作を。なぜか、あ引き出しには鍵がかかっている。何か文字を入力するようだ。入力しますはい。了解です。行きます。い、ま、いな。

それを家に持ち帰り真っ、まあ、二つに割ると玉のようなトイレの位置が嫌だなこのトイレ<笑><笑>俺このトイレ絶対落ち着いて用足せないえトイレがあるえやだこれやだなこんななんか囚人監視の中みたいなトイレ用品が入っている掃除用具の短い絵がある短い絵なんか後ろに空間あるとやりづらくないなんかさ嫌じゃない や、やだもん、なんか後ろでなんか手刀とかされそうトン黒ていらっしゃい後ろの空間やだなトイレのあ鏡があるが関係ないか <laughs> 待って排水口があるなあれ取りたいけど排水口でえ湯船の線があるが下の方にあり手が届かない持っている棒では長さが足りないようだ持っている棒では棒を持ってたんですかあ短い絵か うーん別普通に手つ込めばいいのになダメなんですかん持っているアイテムの組み合わせとかできるできないなあてかいろいろ持ってるなアイテムあっそっか鍵手に入れたもんね忘れてたごめんえわ、ー、わらべ歌と書かれた本があるどれを見ますか かごめかごめ、ずいずいずくろばし、てるてる坊主、ず、通りあんせい。結構読めるな。まあ、上から順に。多分さっきの線を抜けば、光ってたものが取れるんでしょう。えー、かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつ出るや、出やるか。えー、夜明けの晩に鶴と亀が滑った、後ろの正面だあれ。これ昔やったよね。かごめかごめって。 懐かしいな、おらべ歌。これ謎解きに関係してくんのかなずいずいずズ転ばし、ごまずい、ずいずいずズ転ばし、ごま味噌ずい茶壺に追われて、トッピンシャー車抜けたらどんどっこでしょ。え俵のネズミが米食ってチウ、チュうチュうチュうチュー。夫さんが呼んでも、お母さんが呼んでも、生きっこなしよ。井戸の周りでお茶碗か,けかいたのだーれ。そんなセリフだったっけそんな歌詞だっけか。懐かしいな、でも。 や,やってないみんなずイいイゾイコロしてみたいな小学校の時やってた気がするてるてる坊主てるてる坊主てる坊主明日天気にしておくれいつかの夢の空のように晴れたら金の鈴あげよう <laughs> あ、こんなんだっけ歌詞ええー、んか昔思い出すやつだな通りゃんせ通りゃんせ通りゃんせここはどうこの細道じゃって天神様の細道じゃ じっと通してくだしてんせせ用ののないもの通しゃせぬ、うんこの子の七つのお祝いにこの子の七つのお祝いにっていうね曲がねドラムマニアにあってねやってた朝木さんの曲ね、えー、お礼をお、えー、めに参ります行きはよいよい帰りは怖い怖いながらも通りあんせ通りあんせ懐かしいなえな、ー、んだったんだろたまっくすいらっしゃい合唱であった昔 民族学。でもあれなんか関係するんでしょうね。謎解きに。関係なくて書いてないもんな、多分。民族学。空っぽの棚があるな。この空っぽの棚持って帰ってさ、家の本をしまえばいいのにね。地方には置ける真事という冊子がある。えー、ノエルいらっしゃい。現在私が調査しているの、この村には、この村特有の神様が祀られている。えー、神城でいいのかな。 神城、えー、の時代に誕生したと伝えられているものではあるが他の文献には全く登場しないものだこの神が祀られている祠のある森は通称惑わしの森と呼ばれており一度入るとなかなか出てくることができないと伝えられているうんーそのため村人は特殊な事情がない限り森には入らず祠を管理している、えー、神宮や巫女の立ち入ったそうだのみ立ち入ったそうだ 彼らは森の正しい道を知っていたということだが、現在祠を管理する神宮は存在していない。うーんー、死んじゃったってことか。え、組いらっしゃい。民族学。じゃ時代背景同じなのか、これ。うーんー、でもここに何かあるはずだよね。長い棒的なのがないと、鍵取れないもんな。鍵かどうかわかんないけど。地方固有の儀式についてという冊子がある。 全国いろいろな土地においてその土地特有の儀式というものは数多く存在するが最も多いものはやはり自然に関するものだろう中でも多く見られているのは雨乞いの儀式現代のように水に関する設備が整っていない時代雨が降らないことにより作物が育たなかったり疫病が発生することは命に直接関わることだふむ雨乞いの儀式さっきやろうとしたもんね つかえらっしゃいこれはある村特有の儀式であるがこの村では雨乞いのために石を3つ奉納するという方法をとっている石を3つ古くから伝わる青い石を村の近くにあるほくへ奉納するという方法だかつてのこの方法で本当に雨が降ったことがあるそうだが因果関係については全く不明であるなんかたまたま降ったみたいな感じでしょうねこういうのって大体ね、うん、何々したら雨が降ったんじゃよみたいな 偶然をそうしに込んでしまったみたいな。まあ、こっついらしい。この村は、えー、現在、自然災害のため亡くなっており、亡くなったえー、村跡があるばかりとなっている。かつて住んでいた人々の子孫もほとんどいない。その子孫なのかな主人公。えー、ー民川に対する本があれアイテムがない。何アイテムがない。え、長い棒みたいなのはないのかいあれ どこにあったのかなあ、道具があるからここで。違うこれも使ったもんね。今は昔。うーん。ちょっと待って、アイテムの組み合わせできないんだよね。なんか、あるもん組み合わせればね、長い棒にできそうな気もするけど、テープ、防水性。防水性テープ、お守り、短い絵。 これあれかなブレスレットのかけらが3つあって、その3つを奉納すればいいとか、そういう感じのストーリーかななぜ欠けているのかと言ったら、に、種が置いてある。うーん、ペコ隊いらっしゃい。このゲームね、短編ホラーらしいので、もうそろそろ中盤じゃないかなと思ってます。うーん、こっち行けないんですよね。こっちも当然行けないよね。行けない。えー、どっかに長い棒みたいな。 でも短い棒持ってるから多分くっつけたりするんじゃないかなもしくはこの持ってる短い棒がさ、なんかあるじゃん。あの、あの物干しの突っ張り棒みたいな。回せば長くなるみたいな。回したら長くなったみたいな。ないかな回せよ、とりあえず。あ、ほんなのね。これやったんだよな、今は昔。暖炉冷えてる。うーん、ないなぁ。ないなぁ。 わらべうっ全部見たけどなぁやめるうーん,かめんかごめかごめえなんか調べてないとこあるな,なんだこれ <laughs> なんだこれ棒的なのかあった全然気づかなかった見えるこれみんな見えるかいこれ棒だぞこれ <laughs> ごめんなんかつんだつんだ言ってごめんなさい あったです。見えなかったです。わ、これ、あ、棒だ、これ。これ、棒だ。うわー短い棒落ちてたわ。短い棒拾って。ごめん、探索がザルで。<laughs> あったわ、普通に。ごめんなさい。見えなかった、全然。眼中になかった。マジか。これ、組み合わせられる勝手に使ってくれる感じか。びっくりした。積んだと思った。 絶対ズんだと思った。え、湯船の線があるが、え、車の方に手が届かない。棒をつければ線を抜けそうだな。<laughs> びっくりした。あ、よかった。よかった。あ、よし、使えそうだ。全然見えなかったす。すごい、動うかしてたね。フローリングと。<laughs> 保護色になってた。オッケー、線を抜いて。すごい、化かされたタヌキに。あ、降りれる。やった。 鍵が落ちてる倉庫の鍵を拾った。オッケーこれでもうこの部屋全部探索できるな。この家か。よしよし。セーブして。何があるか分かりませんからね。よし、鍵を開けた。多分ね、俺の画面からあんだけ見えにくかったから、あの放送見てる人たちはね、もっと気づかないと思う。放送ね、そんな高画質じゃないから、俺の放送。仕方がない。<laughs> うん。 俺の方でも結構見づらかった。いや、でもよくあった溶けて。いろんな道具がしまわれている。気になるものはない。道具がしまわれている。やっぱ真ん中の箱かな真ん中になんか二つ箱置いてあるもんね。あれかまあ、とりあえず、ごめんね。すごい、細まこまとした探索が超好きなので、俺。ドラクエとかでもこんな感じだからね。人の家に入るたびに全てを調べて、壺を割って出ていくというね。 所作を繰り返すす私です古びた箱が置いてある中は体が何かで塗られたように真っ黒だこの箱どこかでんおえなになにえなになんかコロコロ行くぞ今のは夢かなかなかの夢だったけど外は明るくなっている村へ戻ろうなんだなんだ結局移動はしてないのか なたやロープなど山で使う道具が知られている。気になるものない。えー、あ、食材置いてある。だっけ何もないか。うーん。はい。えー、川の水量や木の様子などが記されて、えー、ついて記録されている。最近は川の水が少ないようだな。うーん。だっけか。まあ、出ればいいんでしょ、多分リトパンいらっしゃい。すごいね。探索がすごい好きでね。 うん、RPG でもだって、薬草の一つでも取り逃したらやだもん。うん。あ、あのツボ終ってなくて <laughs>、薬草取り逃したとかなったらやだもんね。絶対に、絶対に全てを調べる俺は。RPG でもホラーゲームでも。おっといきなりなんか、三つ股になった。ここはな、悔しいよね。アイテム取り逃したら。うんってなる。窓しの森。なんだなんだ、三択か正しい道を選ばないといけないな。 任せてください。そういうの大好きだ。やっていこう。あこれなんだっけ通りゃんせこれ何が流れてる今。にゃんに,に,に,にゃんにゃんにゃんこれあれかな通りゃんせの歌詞が関係したりするのかこれ。待って待って。え、看板に3と数字書かれている。看板に5という数字が書かれている。7の数字書かれている。待って待って。 通りゃんせ、通りゃんせ、よこはどこの細道か。通りゃんせに数字って出てきたっけんこの子の7つのお祝いかそうかそうかパッと出てくればよかったのに。なので多分こっちっぽいです。で、ちょっとミスったらどうなるか見ていいですかちょっと。<laughs> そっかさっき読んだのに忘れてたな。こっから飛び降りることができそうだ。飛び降りますかはーい。ぬこういらっしゃい。 おんんふふふ。<laughs> 鈍い音が、ははは鈍い音がしたなぁ。死んだのかなぁ。死んだのかなぁ。ゲームオーバーです。ごめんなさい。鈍い音したなぁ。ごめんよ。ごめんよ、安藤。はごめんよ、安藤。ちょっと好奇心で死んじゃったごめんよ。ごめんね。この、この7つのお祝い。だから7ですね。 ごめんなさい。いや、まさか死ぬとは。えー、見ろ、いらっしゃい。まさか死ぬとは。ほら。ドーン。ドーン。んあ待って。ずっころばし。ごん、んごんまみそずい。ちょ待って、とりあえず見よう。あ看板にネズミの絵書いてある。これネズミでしょ。ねえ。ネズミがかじってなんちゃら怖いみたいな。あ、これあれだね。さっきのわらべ歌とかが。 ねヒントになってるんだね。面白い猫。犬の絵が描いてある。ねえ、ネズミがかじってチューチューチューみたいな。わー、で、他のやがついたら多分またドーンなるんで、なるんで、じゃ普通にネズミでいきましょうか。よし、こうめくってチュー飛び降りる。面白いですね。面白い、こうやって音楽で謎解いていくの。 こうこれなんだこれなんだっけこれなんだっけんんんんんえ、看板に器と書いてある。カゴメか。かごめかごめか。鈴と書いてある。これ鈴じゃないカゴメ、カゴメのリズムがちょっとわからるのがきた。かんざしと書いてある。え、リムいらっしゃい。カゴメ、カゴメ。 かごの中の通りはいついつ出会う後ろの正面だれあれんかごメすず、な、なんだっけかごめってなんだっけこれてるてる坊主かこれ。てるてる坊主かてるてるポーズ。てるてる坊主の歌詞忘れたな。てル坊主。 これ、かごめじゃないよね。だよね。これ、かごめか、これ。え、待て待て。あの、かごめ派とてるてる坊主派がすごい論争を繰り広げてるんだけど。え、これ、てるてる坊主か。かごめっぽくあるよね、でもね。かごめっぽいなんかフレーズもあるんだけど、似てるのか、てるてる坊主とかごめは。坊主のてるてる坊主。 でもこん中でさピンとくるのが鈴しかないんですよね。鈴しか。鈴じゃね鈴。てるてる坊主って鈴じゃなかったっけ器とかなかったよな飛び降りる。はい。大丈夫だよね。ドーン。と、あっほら、カゴ。これだカゴの中の鳥は、いつい。 誰かついてきてるな。これだよ、カゴメ。え、でもさ、似てたよね。どうみんな、改めてこれ聞いて。てるてる坊主と結構類似するとこなかったなんか、完全に合致するとこあったよね。てるてる坊主とカゴメ。ちょっと、セーブしたい。えいお、お。あーらー。死ぬのかー。死ぬ、うんま、あ死ぬと思ったけど。 なんか一瞬合致するとこあったよね。てるてる坊主とかごめ惑わされた紋んよし。これあれだね。徐ジ々ョジョであったね。振り向いてはならない。その角を曲がってまっすぐ。振り向いたらどうなるのみたいな。二度と帰れなくなる。ヘブンズ・ドア面白かったです。こうえくん。僕たち友達だよね。やったー。帰ってこれた。あ、いるぞ。 元の森に戻ってきたのか楽しい仕掛けだったあの子はおああなたこの前出会った人こんなところで何をしているんだ俺もね一番4部が好きかもしれないジョジョアニメ化すごい嬉しいグレートですよこいつはあのね村女たちが甘い血が必要だって話してたから探しに来たのでもよく分からなくて是非嫌いを仕掛けの声は 小山力也さんでお願いしたい。変わらず、手伝おうか。シェアハートアタック。ほんとありがとう。森の中広いから、一人で探すの大変だったの。多分千代ちゃんだよね、この子。誰かに頼まれなかったのかこの森はね、普通の人は迷子になっちゃうのよ。だから頼めなくて。そういえばお兄ちゃんは大丈夫なのね。おそらく松江。きっと、白神様が守ってくれてるんだわ。よかったわね。あそうか。白いものはなんか、新鮮なものみたいに言ってたから、これのおかげじゃない ごめんだから迷わないみたいなそれでその石はどんな石なんだえっとね石には名前がついていてね、えー、村雨じかさかな天球の3つの石が必要なの名前が書いてあるのかうんご先祖様が掘ったんだってでもねこの森を沈めるための石にも名前があるのそれは絶対に動かしちゃダメってお,、ね、お父さんが言ってたのこの森を沈めるための石 そうか、わかった。じゃ、あ何でもかんでも持って行ってわけじゃないんだな。ミカいらっしゃい。見つけたら私にちょうだい。私、村の方を探してくるね。えじゃ、全部俺でかやれってことなのか、これ <laughs>。あ、なんか貝みたいなの落ちてる。待って、えー、青くて丸い石がある。え小さめと書いてある。持っていきますか。いや、こんなん持っていくしかないでしょう。こんなん置いてられたら絶対持っていくしかないじゃないですか。はい、小さめだってさ。はい、持っていく。うわー 石を動かすと正気が漏れるようだ。待って、アンドの灯火が <laughs>。これってあれか命のかあれなのか輝きなのかちょっ待って、えアイテム、回復薬。えい。すげえ範囲よ。戻った <laughs> 戻ったアンドが戻ったなるほど、命の炎か、あれは。何回耐えれるんだろう。何回耐えれるんだろうか。 待って、青くて丸い石がある。メと書いてある。持っていく。オッケラサメの石に入れた。でもさっき聞いたばっかだからさ、迷うことはないよね。ね、属性じゃなかったんだよね。あの、あの炎は。えっ、ー、と、丸くて丸い石がある。青くて。肘かすと書いてある。持っていく。これ余裕ですね。ちゃんと、ちゃんと選べば、ボタン連打さえしなければ余裕な気がする。あ可かわいい。えっ、ー、と、青くて丸い石がある。霧雨と書いてある。 霧雨が降る森は神ゲー初見さんゆっくりしてってねいいなと思ったらコメさん待ってますまたやりたいな青くて丸い石がある何これ「外待ち雨と書いてあるいいえ違うよね待って村雨は強く降ってすぐ止む雨えっ、ー、と「天球空に空に雲がないのに細かい雨ひじかさ雨 急に降り出した雨。へえ実際にあるやつなんだ。実際にあるんだ。えー、青くて丸いし、天球と書いてある。はい。すごいね。なんか勉強になりますね。この謎解きは。そうなんだ。ひじかさ雨とかあるんだ。えー、なんか食べ物みたいだよね。ひじかさ雨。小梅さんか、ありがとう。よくホラーゲーやってますよ。むしろホラーゲーしかほぼやってないです。これはね。放送とか動画で。テリーとドリーいらっしゃい。石あったこれで合ってるか 村雨ひじかさ、てんき合ってるお兄ちゃんすごいね、ありがとう村長さんに渡してくる。んあ、いたいた。ごめんね。最近、気出りが多くて大したものないの。これ誰が喋ってるんだまた消えたぞ。女の子がいない。千代ちゃんはなんだえ姿、なんだなんだなんだここは普通の森じゃないな。また窓足の森に入ったのか。 これはれかな白いものは新鮮なものだから白い花を辿っていけばいいのかなセーブしたいです。細かな成分申し訳ない。うーんー。え、はるかいらじゃいお待って。違う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 。よし。これは過去の輪だち。過去の輪だち。どど,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 ど ああ痛い痛いよ痛いよあれか白い白い鼻の方以外に行ったらなんかあじゃあどういうことですかどういうことですかどどういうことですか <laughs> あのあのー、あのわ、ー、けもわからず死んだえどどどどど,どうすればどうどうすればええ,えどうすれば えどうえ白じゃあええええ,え,えなんうかんあ、あ、わかった、わかった、わかった。ええでもどうすればいいんですかこれ。白から白へ。白から白へっていうことなのは、まあ、答えいらっしゃい。オッケー、オッケー。あ、あ、あ、あえよし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 。よし。コメント見えてますようん。今北さんも常連さんもいっぱいコメントしてってね。ど、どうしよう、どうしよう、どうしよう。 左か左に行けばいいのか左に行けばいいのか女性セーブセーブセーブ。待て待て待て、アンドアンドアンド死にかけてる <laughs>。アンド、吹けば吹けば消えそうな弱い炎だー。あーらら。あーらら。なるほどね。なるほどね。じゃあでも、でも多分法則性があるんだろうな。俺が気づいてないだけで。じゃあ下だ、下だ。ほら、下の左。おら、ね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 。ね ね、ね。で、これ、下ですよ。OK! で、右ですよ。わーいわーいで、ど、ど、どうすればいいんだこの後。ザキいらっしゃい。下、下だろ。下だろ。ね。おああ危ない危ない死にかけているが。あ、ちょちょだ、ちょちょ、ちょちょ。あ、ちょ、帰り道なんてどうでもいいじゃない。なんだなんだ、自暴自棄になったのかエリウザいらっしゃい。一緒に遊ぼうよ。 えぇ、ー、蝶々さん。待って、なんか足が遅くなってないどんどん。気のせいかいなんか足がどんどんダッシュできないし。帰り道ゃんとどうでもいいじゃない待って、足がどんどん遅くなる。なになになに話しかけちゃダメこれ、蝶に。蝶に話しかけちゃダメえ、どう、どこどう、どう <laughs> え、なになに話しかけるたびに足が遅くなっていく。話しかけるなってことかそれとも話しかけていい蝶々がいるのか 白い蝶々を探せってことかこのゲームをね、クリアまでやっていきますよ、今日は。短編なので、そろそろクリアじゃないかなと思っております。ちょ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 。ちちちちょょょょ無視だ、無視だ、話しかけると。でも、この森はとってもいいところなのよ。一緒に遊ぼうよ。あでもちょっと遅くなっていく、やっぱり。ずっとここにいよ。だめだな、誘惑に負けちゃいけないと。OKOKOK 足が遅いよ。 足が遅いよ引き止められるのかオッケーえ家いい